台風運型原子力潜水艦は、ソビエト連邦で開発された弾道ミサイル潜水艦。この名称は、北、大西洋条約機構が付けた、NATO コードネームであり、ソ連及びソビエト連邦の崩壊後にこのシリーズを継承した、ロシア連邦では、941、アクーラ設計戦略任務重ミサイル、潜水巡洋艦と呼ぶ。 戦略任務重ミサイル潜水巡洋艦の代表的なシリーズであった。ソ連海軍での正式分類は当初は巡洋潜水艦、1977年7月25日以降は重ミサイル潜水巡洋艦であった。ロシア連邦海軍でも当初は重ミサイル潜水巡洋艦であったが、1992年6月3日付の分類法改正でこの分類は廃止され、 それに代わって新設された戦略任務重原子力潜水巡洋艦へと変更された941型原子力潜水艦工法より941設計はソ連ではロシア語でサメを意味するアクーラという設計暗号で呼ばれたこれは別の原子力潜水艦に NATO がオクラクラスというコードネームをつけていたことに関連し混乱を狙って わざと付けられた名称である。設計は、ルビーン海洋工学中央設計局主任設計士アイスパスキーが担当した。ソ連海軍の戦略源泉に搭載される弾道ミサイルは液体燃料主体であり、固体燃料ロケットはヤンキー2型で試作された R-31 のみであった。本型は、 新型の固体燃料弾道ミサイル R-39 を搭載するために計画された艦である。R-39 は約 9000km の射程距離を持つ超射程ミサイルで、それ以前の R-31 に比べると性能は大幅に向上したが、重量が100トン近くなったため、それまでの667バイト設計シリーズには搭載できないマンモスミサイルになってしまった。 そこで、同ミサイルを搭載するために、新たに大型の源泉を設計することになり、建造されたのが941設計であった。このためもあってか、941設計は、水中排水量が4万8000トンに達する、空前絶後の超巨大潜水艦となった。台風運は、これまでの潜水艦とは異なる、革新的なデザインで、当時の西側諸国を驚かせた。 本型は、セベロドビンスク市の第402造船所で6隻が建造された。無論これは、銅造船所で、竣工した最大の艦船であった。銅造船所で、寄港された最大の艦船は、1938年に、寄港された6万トン級船艦、ソビエツキーソユーズ級船艦であったが、独素船勃発により建造中止となっている。 それまでの667バイト設計シリーズよりも、はるかに大きい941型は、既存の港湾設備での運用は、無理があり、1980年代、原戦基地、ザーパドナやリーザのニエールピチャワンに、本型専用布団が建設された。本型に対し、NATO は当初、S 型のコードネームを割り当てる予定であったが、当時のソビエト連邦軍参謀総長、 ニコライオガルコフソ連邦元帥が、この度、我が海軍に、新型原船台風ウームが就航したと発表した、ため、台風運型というコード名で呼ばれることになった。だが、上記のように、本型のソ連海軍での設計暗号は、アクーラであり、台風運とは呼ばれていない。台風ウームは、潜水艦ではなく、それに搭載されるミサイル、R、R-39 のニックネームであった模様である。 オガルコフ原水は、この度、台風運を搭載した、新型原船が就航したといったのが、原船台風運と誤解されて伝わったのか、あるいは、陸軍出身のオガルコフ原水が、艦とミサイル名を勘違いして発表してしまったのかの、いずれかと思われる。941、設計型原子力潜水艦陶器の撮影一番艦 TK-208 は、後に、 ロシアの英雄にちなみ、ドミートリー・ドンスコイと命名された。941設計は6隻建造され、R-39、潜水艦発射弾道ミサイルを20機備える、世界最大の潜水艦であったが、財政難によりすでに5隻が退役し、TK-208 は、1992年以降、改装工事に入り、新型潜水艦発射弾道ミサイル 3M14、 ブラバーのテストプラットフォームとなるための改造を施され、2003年に工事を完了し、2005年9月、ブラバーの発射テストに成功した。なお、ブラバー試験艦に改造されて、以降は 941U 設計、941U 設計と呼ばれる。ソビート連邦の崩壊後も、ロシア海軍は本型と6 6 7バイト d r m 設計を、 維持する方針であったが、極度の財政難により、維持運用に多大な費用がかかる本型のようなマンモス源泉は、ロシア海軍の手に余る存在となった。加えて、主要コンポーネントである、第一弾ロケットを、ウクライナで生産していた搭載ミサイルの R-39 は、ソ連崩壊で製造が途絶え、1990年代以降、寿命が尽きることが予測された。代替となる、 R-39 アトックバルクの開発も1998年には中止され、941設計は搭載ミサイルの供給を断たれることになった。1990年代末期以降、3隻の941設計が除籍された。これらの退液艦は衛星打ち上げロケットの養生プラットフォームや運送船への転用がルビン設計局より提案されたが、 結局解体された。解体工事の資金は米国から援助された。残る3隻も現役を指示くのは時間の問題と見られていたが、元首相のセルゲイ・ステパーシンは、残る3隻を現役に止めるため、率先して活動を行い、3隻の除籍を食い止めた。TK-17、アルハンゲリスクは2004年初頭に行われた戦略厳選のミサイル発射演習において、 プーチン大統領が上官し、演習を視察した。もっとも、この時のミサイル発射はすべて失敗した。2008年12月、ロシア海軍総司令部は、予備役の TK-17、TK-20 の2隻を巡航ミサイル搭載艦、あるいは機雷不接艦、もしくは特殊作戦用に改装する構造があることを明らかにした。2009年6月26日、 ロシア海軍総司令官、ウラジーミル・ビソツキーは、3隻の941、設計が今後もロシア海軍の編成に止まり続けると記者団に伝えた。2011年12月、ルビーン設計局取締役、アンドレイ・ジャチコフは、TK-208 を、ブラバー試験艦から、ボレー級の試験艦として運用すると明らかにした。2013年6月、 ボレー級及びアーセン級の試験のため、TK-208 が出航した。3隻の941設計は、書類上は、ザーパドナやリーツァの第18潜水艦師団に所属していたが、実際には3隻ともセベロドビンスクに開港されており、TK-17、TK-20 の2隻は、同志の八海海軍基地に係留され、TK-208 は、 セブマシュ造船所の経流所にいる。2016年、TK-17 と TK-20 の2隻の解体が決定されたが、TK-17 は2015年に解体が始まっている。ロシア軍需産業筋によると、唯一収益中のドミートリー・ドンスコイは2020年まで運用される予定である。台風の断面。 日本の内閣を並列した E400 型潜水艦に似た構造となっている台風の図。ありがとうございます。